大阪府によりますと、今日新たに新型コロナウイルスへの感染者が3692人確認されました。1日あたりの感染者数としては過去最多で、3000人を上回るのは去年の9月1日以来です。亡くなった方はいませんでした。